私の名前はミカ、28歳の会社員です。今の職場では勤続6年になる私は、去年から新人の指導をする立場となりました。そのため4月は新入社員への教育と自分の仕事で大忙し。それでも6年前に私をきちんと指導してくれた先輩社員のことを思い出し、全力で新人教育に当たっています。しかし今年は一味違いました。ただでさえ大変な新人教育期間なのですが、今年はとても厄介な女性新入社員がいたのです。彼女の名前はマリナ。彼女は私が勤めている会社の山田専務の娘でした。社員は皆口には出さないものの、なんとなくマリナさんがコネ入社であろうことは薄々気づいていました。マリナさんは25歳で中途入社。いつもは真面目で誠実な山田専務が、会社の宴会でお酒が回ったせいか、娘はどこに就職してもすぐ辞めてしまうと嘆いていたのを聞いたこともありました。そのため私にとってマリナさんへの指導はなかなかのプレッシャーでした。しかもマリナさんはなかなかの強者だったのです。それじゃあ皆さん、あとは今日の日報をまとめて提出してください。定時までに終わらなかった場合は明日の朝一での提出で構いません。じゃあお疲れ様です。は？マリナさん、まだ定時まで15分ありますし、今話聞いてましたか？日報まとめてください。何のために？え？なんでマリナが今日勉強したとかどう感じたとか書かなきゃいけないの？これって無駄じゃない？誰か一人書いときゃいいじゃないですか。一応今は研修期間なので、自分で後から振り返るためにも必要なんです。それに今日お伝えしたことを忘れないようにまとめるのも大事な仕事ですよ。忘れてしまって困るのは自分ですよ。うっざ。はい？マリナはこの後用事あるんで、定時で会社出るために今のうちに化粧直しときたいんです。こんな無駄なことをしてるくらいなら帰りたいです。そうしないとミカさんみたいに生き遅れちゃう。どういう意味ですか？マリナは枯れた女になりたくないんですよ。やっぱり女は美貌が大事。ミカさんみたいに手抜きしたくないんです。そういう問題じゃないでしょ。これは仕事ですよ。ミカさん、怒るとますます小じわ増えますよ。マリナさん、私は真面目に言ってるんですけど。あ、定時になった。じゃあお疲れ様です。え、定時もうって、まだじゃないの。あれ、マリナさん？マリナさんは私が時計を見ようと振り返った隙に消えていました。周りはざわざわし、他の新入社員も困り顔です。私はこれではいけないと思い、マリナさんをなんとか教育せねばと奮起しました。本来なら直接伝えるべきだったのですが、直接言ってマリナさんのプライドを傷つけて揉めるのも面倒だし、仕事が終わると瞬速で消えてしまうので LINE で思いを伝えることにしたのです。マリナさん、お疲れ様です。おつです。何ですか？暇なの？マリナさんの勤務態度のことでちょっとお話があります。このままでは周りの新入社員にもいい影響を与えないので、できれば態度を改めてもらえませんか？はあ？何が言いたいわけ？今日も研修後にお伝えしましたが、今は少なくとも研修期間なので、私の指示には従うようにしてください。それでないと研修の意味がないですよね。何言ってんのかわかんないんですけど。それにマリナにそんなこと言っていいと思ってんの？どういうことですか？私は教育係なのでお伝えしてます。マリナのパパは専務なんだよ。ミカさんの上司だよ。上司の娘に立てついていいと思ってんの？立てつくというか、当たり前のことをお伝えしているだけです。え、マジで言ってんのそれ？ミカさん、頭悪いの？マリナはね、コネ入社なの。パパがどうしてもって言うから、そこで働いてあげてるの。だからあんたの言うことなんて聞く必要ゼロ。やりたくないことはやらない。これが私の主義なんで。主義とかそういう問題じゃないんですけど。とにかくこれ以上文句言うようだったら、パパに言ってあんたをクビにしてもらうよ。私は思わず LINE を打つ手が止まってしまいました。社員からの人望が厚い山田専務は
そんな個人の感情で人に何かをするような人ではないというのは分かっていましたが、それでもマリナさんは山田専務の一人娘です。自分でも情けないのですが、私はこれ以上問題に関わりたくないと正直思ってしまい、マリナさんの素行を研修期間は見て見ぬふりをすることにしたのです。そして研修終了後、残念なことにマリナさんは私と同じ部署に配属されてしまったのです。もちろん彼女の態度は変わらず、周りの社員も専務のことを考えるとなかなか強く言うこともできず、なあなあにしてしまっていたのです。しかしある日、事件が起きました。あれ？明日の会議資料できてないけど、誰の担当だったっけ？あ、それは。明日の会議資料の準備は、課長がマリナさんに1週間前に依頼していた仕事でした。ですがこの1週間、マリナさんはデスクについてはいるものの、自席でスマホを操作するばかりでした。さすがの私も堪忍袋の尾が切れる寸前だったので、このタイミングでマリナさんを懲らしめようと、あることを思いついたのです。私は同僚にすぐにある人を呼んでくるようお願いしました。インスタチェック。マリナさん、明日の会議資料って。マリナは知らないです。それはミカさんに頼んだような気がします。頼まれてないですよ。マリナさんが課長から頼まれていた仕事じゃないですか。マリナさん、自分の仕事はちゃんとやってください。もう我慢の限界です。何怒ってんの？前から言ってるじゃないですか。マリナ、やりたくないことはやらない主義なので。そんなの他の新人にやらせちゃってくださいよ。みんなそれぞれ仕事を抱えてるんですよ。責任持って仕事をしているんです。だから責任とかマリナには関係ないっつーの。やりたいことしかやんないっつーの。だから仕事中でもスマホをいじっているんですか？あ、バレちゃってた？ずっと座ってんの暇だからね。 SNS チェックしなきゃだし。暇って、マリナさんは会社に何をしに来てるの？だからパパが来いってうるさく言うから。仕方なくって感じ。マリナはここにいるだけでいいんじゃない？私は呆れて返す言葉もありませんでしたが、すでにマリナさんは非常事態に陥っていたのです。そう、さっき同僚に呼んできてもらったある人がすでにこの騒動を近くから見ていたのです。おい、ふざけるのもいい加減にしろ。え、パパ？なんでここにいるの？以前から部長やミカ君からお前の態度のことは聞いていたよ。それで様子を見に来てみたら、なんだその態度は。ふえ。いつもの温厚な山田専務からは想像できないような怒鳴り声がその場に響き渡りました。マリナさんの顔からはいつもの調子に乗って人を見下したようなニヤニヤ笑いが消え、青ざめてパニックになっているようでした。仕事をなめてるのか？やりたくないことはやらない。そんな主義は今すぐ捨てろ。それか仕事をやめろ。パパ、それは言い過ぎでしょ。周りの人も見てるし、やめようよ。恥ずかしいじゃん。先輩社員に敬語も使おうとせず、頼まれた仕事すらまともにできない。会社に来てもスマホをいじってるだけだと。それがお前のやりたいことなのか？お前がどうしても就職したいって言うから条件付きで入社を認めてやったというのに。条件？真面目に働いて周りに迷惑をかけない、私の娘だということを理由に調子に乗らないという条件だったんだ。でも。でもじゃない。だってマリナパソコンの使い方わかんないし。それはお前が真面目に研修を受けていなかったからだろ。しょうがないじゃん。つまんなかったんだもん。お前というやつはこの後に及んでまだそんなことを言うのか。これ以上周りに迷惑かけるならすぐにクビにする。家からも出て行って自分で仕事を探してもらうからな。どうしたいんだ？真面目に仕事します。もしまた何かそういう話を聞いたらすぐにクビだからな。そして仕事中に SNS で遊ぶな。上司にはきちんと敬語を使え。
分かったら謝罪してすぐに仕事のミスを自分でカバーしろ。はい、すみませんでした。ミカ君、すまないけどこの子をしっかり指導してやってくれ。わがままばかりですぐに今までは仕事を辞めてしまっていたんだ。もしまた何かあればすぐに報告してくれ。わかりました。頼りにしてるよマリナ。しっかり働くんだぞ。はい、ごめんなさい。ミカさん、すみませんでした。これからはきちんとやってくださいね。それじゃないと私たちも迷惑です。はい。その返事は何だ。はい、申し訳ございませんでした。マリナさんは泣きそうになっていましたが、その後は指示をよく聞いてちゃんと仕事をするようになりました。周りも今まではマリナさんのことを煙たがっていて避けていたのですが、今までよりはっきりと直接マリナさんに指示を出すようになり、職場の雰囲気は良くなりました。私はマリナさんをしっかり教育したということで専務に感謝され、その後課長へと昇格することができました。マリナさんも少しは改心したようで、今はそこそこ真面目に働いています。まだまだこれからですけどね。でも今では私を一番に頼ってくれる可愛い後輩って感じです。私は働きやすくなった職場で今後もバリバリキャリアを積んで頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。